待たせ。安心して、全部片付いたから。今なら邪魔は入らないわ。あなたの方はどうだった？他の人と会えた？それなら、メイもきっとワクワクしているんでしょう。そうよね。はいはい。歩きながら話しましょう。第13律者について知りたいのよね。わかってるわ。この話は少し長くなるの。どこから始めようかしら。やっぱり順序よく最初から話すわね。ヒヨオオガに入った時の話から始めましょう。来て、いい場所に連れて行ってあげる。私の乙女心が繊細で敏感だからかもしれないわ。次からは小道を通っていく？どうする？先陣ストップ。